よろしくお願いします。えー、私、佐藤弘隆と申します。まあ、自己紹介、次のスライドで、えー、と書いているので。はい。えっ、ー、と、私、あのー、なんでしょうね。こう結構こんな感じでいろいろと点々としてまして。あ、そうだ。そもそも、あの、元 VM 社員でございます。<laughs> はい。えっ、ー、と、で、まあ、簡単なん、ちょっと自己紹介資料を作ったんですが、まあ、最初の会社、シリコングラフィックスって昔いつ、 スパコンとかで、あと、なんだ、ジュラシック・パークの CG ワークステーションみたいなんで、一世を風靡した会社に最初、勤めてましたと。で、まあ、CG、昔から好きで、結構この会社に期待して入ったんですけど、まあ、映像部門じゃなくて、スパコン部門に飛ばされて、そのつくばに転機になって、あの <laughs> ひたすら Linux 漬けの日々を送ってましたと。で、その次あの、まあ、映像への夢が捨てきれなくて、スクエアエニックスに入りました。 でここからは、あの、ビジュアルワークスっていう CC 映像の部門にいて、えっ、ー、と、なんていうか、ひたすらあの、ファイナルファンタジーとかのオープニングとかエンディングとかを作ってる、100名ぐらいで作ってる部署にいて、まあ、そこで、あの、ファイナルファンタジー12と13は担当して、スタッフロールには一応載ってたりします。で、その後、えっ、ー、と、ちょっと、これはもう映像では、 一生生きて、きていけないなと思って楽天に入社しました。で、まあ、そこでは、まあ、あの、ちょっとウェブ業界を最初知りたいっていうのもあって、インフラ2年、開発2年やって、まあ、インフォシークなどのサイトを担当してました、インフォシーク。で、その後、スタートアップに入って、えっ、ー、と、なんでしょうね。あの、こんな自転車に取り付ける なんかサ,イコンサイクルコンピューターみたいなデバイスと、あと体に取り付けるモーションセンサーみたいなのの IoT デバイスの SARS みたいなのをやってましたと。で、えー、となかなかローンチしなくて、えー、と次の会社に移りました。<laughs> で、次がワークスアプリケーションっていう、えー、と何でしょうね、クマネテスベースの SARS 企業、ERP とかの会社ですねでしあの。そこでなんかシンガポールに R&D 拠点があったんで、シンガポールに転勤して、えっ、ー、と、まあ、あの、クバネですと結構、これやった、いました。まあ、こんな感じで、シンガポールの様子の写真で、最後、あの、VMA に、2020年からいましたで、4年ほどやって、まあ、最初、これ P, P ってあの、VMA 社員の方ならご存知かもしれないんですけど、あの、プロフェッショナルレベルって言って、 なんだろうまあ、一般が大体 P3 みたいな感じで、最初入って、その後シニアになって、P4 になって、その後スタッフになって、P5 になって、まあ、ブロードコムだと、この基準だとプリンシパルらしくて、えー、とでそのあと今、えー、とリストラにあって、無職というところですね。まあ、プロフェッショナルレベルでいうと、ゼロっていう感じですかね。<laughs> はい、まあ、そんな感じで、今、絶賛就活中ですというところですね。 はいで本セッションの概要なんですけど、まあ、本日はあの V x キスパートとして、あのちょっと VMA もやめることになったんで、いろいろえーとこのおうちクラウドというものを使って言い続けていきたいなと思って申請したらまあ受かったんですけど、まあ、それを選ばれるきっかけとなった私の活動がこのおうちクラウドと呼ばれているもの、まあ、そこの呼ばれる活動を中心に紹介していきたいと思います。 というわけで、まあ、あの、最初のフェーズと、その後のフェーズと、その後で、そのうちクラウドのよくある質問と、あとちょっと最後、あの、ユーザーコミュニティ、ツナ JP というものもやっておりまして、それの宣伝と、あともう一つちょっと個人的な宣伝をしたいと思ってます。で、最初なんですけど、えっ、ー、と、そもそも、あの、まあ、VMware に入社して、あの、 なんていうか結構、前職のクバネテスの経験で入ったものの、そこまで V スフ r ア製品、今まで触ってこなかったんで、ま,あ、まずは V h フ r ア製品とちょっと仲良くなりたいなと思ったんですけど、結構、検証環境がまず、厄介だなと思いました。で、えーとまあ多分皆さんもこんな感じの状況なんじゃないかなというのを、ちょっといくつか例を挙げたんですけど、 まあ社内にコマンドレースじゃなくて、インフラとかでもいいんですけど、検証する環境はいくつもあるかもしれませんが、うん、まあ例えば、あなたは何々部なので、この環境は使えませんとか、まあ、部署に載せた制約みたいな、あとは1週間でこの環境は削除されてしまうので、延長申請をお願いしますとか、まあ、あの時間的な制約ですね。この環境は今からバツバツバツ案件の検証に使うので、しばらく。 まああのなんか急なプライオリティが発生したりとか、まあ、バージョンアップやメンテナンスで、あのこの時間は使えませんとか、あとは、まあ、検証クラウドのキャパシティが上限に達したので、これ以上、まあ、リソース不足ですかね。まあ、た結構いろんな検証環境ってこういった問題があるんじゃないかな。で、まあ、弊社の直近の例でいうと、会社が買収され、検証環境は廃止されましたとか。 まあそんなパターンもあるかもしれませんというところですね。まあ、こんな感じでいろいろと、まあ、検証環境って意外に不便なんですよね。なんで、あのここどうにかしたいなと思ってまあ始めたのが、まあ、あの24時間確実に自分だけが使える環境が欲しいというところで、まあ、そうだ、おうちラボを作っちゃおうと思いましたと。まあ天才的発想だなと自分でも思ったんですけど、まあ、このちょうどこれはワークフロムホームの2020年で。 始めたばかりの時のご時世で、まあ、自宅に設備投資をするのは今しかないと思いました。で、まあ、ここから長い旅が始まるかなと。で、えー、とおうちラボとまあ V スフィアでできることって言ったら、まあ、例えば V センターであれば、まあ、好きなだけ環境を払い出せる。まあ、AWS だと多分 VPC とか EC2 に相当するものかなと。V3 だとまあ好きなだけあ好きなようにディスク用意できる。まあ、AWS だと EBS に相当するようなものかなと。 TKG だと、まあ、マネージドクバネテスを用意できる。まあ、AWS だと EKS みたいな。そんな感じで、もうこれはおうちにクラウドがあるのと変わりませんというところで、まあ、おうちクラウドと命名したんですけど、これはちょっと後ほどおうちクラウドと名前つけて、この当時はまだホームラボとかおうちラボとか呼んでましたと。で、まず最初に、まあ、2020年の9月ぐらいですね。まずは試しに NAC というものを買ってみようというところで、えっ、ー、と、まあ1台、 ナックとパー使ってみて、どんなことできるかの感触をつかむということで、まずはこのナックですね。当時のえーと4コア8スレッドで、コア I5 の1万210で、ナックのキットが5万500円ぐらいでした。SSD はまあ1万2000円ぐらい。メモリだとまあ64ギガで3万2000円ぐらい。あ,あと電源コードはあって、トータル、大体9万5000円ぐらいあれば、お 64GB メモリのマシンがこんなちっちゃいサイズでできるんだあ。なかなかいいじゃんと思って、えー、と買いましたと。で、NAC1 台でまあできることってまあこんな感じかなという。まずは ESXI を立てて VM をデプロイすることが可能だったり、まあ、CubeAdam とか使って Kubernetes クラスターを。これだとちょっと TKG を入れるのは難しいんで、そ、ま、の、あ、CubeAdam とか使うのが良いかなと思います。であとはまあ一応 V センターも変えることは入りますというとですね。 ちょっとやっぱこれだけだと、まあ、とてもクワラードというには物足りないかなというところで、まあ、あの、その翌月ですね、あの、プライムセールで、ま、衝動買いをしてしまいました。ま、やっぱ自分への投資、これ大事ですよね。100回ぐらい唱えてから、ま、購入ボタンを押しましたと。で、ま、ナックその追加で3台14万円。まあ、メモリも3セットで。 あと、ハードディスクも3セット、まあ、電源も3セットみたいな感じで、まあ、えっ、ー、と、これで4大構成になって、まあ、追加投資で、えっ、ー、と、まあ、累計31万ぐらいになりましたっていう感じですね。まあ、プライムだから1台当たりの価格は若干抑えられるようになりましたと。で、えっ、ー、と、まあ、ただ買っただけだと、まあ、何も始まらないんで、ちょっと自分を奮い立たせるために、えっ、ー、と、12月にえ1人アドベントカレンダーというものをやりまして、 あの俺まあ11月の半ばぐらいから、ちょっとこっそり先行して記事を書きためて、終わるだろうと思いきや、結構やっぱ半ばまで来ると、だいぶ <laughs> 追いつかれて、本当、毎日のようにひいひいながら書いてました。でまあ内容としては、NAC の紹介とか、組み立てとか、V スフィア環境の構築とか、TKG の紹介とか、環境構築。 あとは V3RE スタンドの紹介と環境構築、あと同僚のホームラード紹介みたいなコンテンツがこちらの URL に入っているので、まあ、後ほどもしよければスライド共有できるのかな、えー、とするので、えー、とあの見てみていただけると助かります。まあえー、とただちょっとこれ当時書いたのでだいぶ間違っている内容もあるかもしれないので、まあ、ちょっと生温かい目で見て,あの見ていただければ助かります。はい。 で、まあ、えっ、ー、と、おうちクラウドを実際にまあ組み立てる様子だとこんな感じがあって、まあ、3台買ったばかりの状態はこんな感じで、えっ、ー、と、まあ、こんな楽に、結構これ簡単なんですよハードディスクここに挿して、メモリここに挿して、あとカパッとはめればもうおしまいって感じです。あとはまあ、4台置くための、これはあの、お皿用のトレイですね。買って、<laughs> えっと、まあ、こんな感じで並べて、はい。 で、まあ、おうちクラウド V1 がついに完成いたしましたと。まあ、物理的には、まだこの時点だと、ニックが一つでストレージも一台で。まあ、えっ、ー、と、ESXI をネスティドにすることによって、まあ、仮想的にニック数やストレージ数を増やして、一応 V3 環境を構築することもできましたと。はい。というわけで、まあ、一旦ここが区切りかなと思って V2 ですわ。で、この V1 構成の問題点として、 2TB のディスクが n e s t e ド構成の V3 化によって利用領域が 500GB ぐらいしかなかったですと。なのでやっぱディスクはもう圧倒的に潤沢に使えるように増やしたいなと。まあ、そもそもマシンパワーをフルに引き出すには n e s t e ドはやめたいなというところはありましたと。やっぱオーバーラップする分ちょっとパフォーマンスは落ちるかなというところですね。はい。まあ、で、あとは TKG とかも載せたいですって感じですかね。 というところで、えっ、ー、と、まあ、い今、V3 をそもそもやるには、どんな条件を満たさないかなといけないかというと、まあ、ちょっと、まあ、今もだいぶ、あの、世代が ESA、e、とかで、だいぶ当時の資料と変わってるとは思うんですけど、まあ、当時はあの2系統のッネットワークが必要で、えっ、ー、と3、まあ、3つのディスク、今はいらないですかね、が、えー、と必要で、まあ、4台以上のコストが推奨みたいな感じになってましたと。 で、えっ、ー、と、まあ、まずこれに近づけるために、えっ、ー、と、なまあ、翌年の4月ぐらいまでかけて、徐々にパーツを買い揃えましたと。まあ、いくつかポイントを挙げると、まず、あの、USB ニックや USB ディスクとかで足りないものを補わないといけなかったですと。なんで、ま、こんな、でも、この USB ディスクのメモリとかは、ほんとクソみたいで、あの <laughs>、これはお勧めしませんっていうのが、あのやってみた結論でしたというとことですね。 結構、あの、ブートトラブルが頻繁に起きて、これは大失敗でしたという感じですかね。あとは、えー、と、なんでしょうね。2系統のネットワークを、まあ、もう1個スイッチ買って導入しましたと。あとは、まあ、あの、M2SSD とかも追加しましたと。で、あとは、まあ、UPS とかも導入しましたと。あとは、まあ、便利アイテムとして、結構こういういろいろ刺さるやつがあったりとか、ありましたね。 はい。まあ、そんな感じで、一応その 500GB の構成が 4.16TB に拡張されて、2つネスティードもできるようになりました。まあ、1台だけこの、どうしても V センターの色、親けのところはネスティードになってましたね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、その後というところで、えっ、ー、と、まあ、その後何をやってたかというと、えっ、ー、と、 2021年10月から2022年の3月ぐらいにかけて、ついにこの、おうちクラウドというワードを、えっ、ー、とこの、この雑誌の企画として名付けて、えっ、ー、と、まあ、その後ちょっと世間に広めようと今頑張ってるっていう感じですね。なんか最近、なんだろう、なんも関係ない、あの、うぶんつの、あの、アーキテクトの人が、おうちクラウドとかいう名前を出して、よっしゃ、みたいに思ったりとか、なかなか、あの、広められると嬉しいなと思いました。 で、えっ、ー、と、まあ、こんな感じで、ソフトウェアデ,デザイン誌で、2021年10月から3月までやって、ま、はじめよう、オーチクラウトという企画でやりましたと。まあ、あの、VMA の同僚6人ぐらい。あ、じゃ実際、コラム担当もいると、もう少しきますかね。えっ、ー、と、まあ、あの、ま、いろいろ限り集めて、えっ、ー、と、こんな企画をやりましたと。で、こんな感じのロゴも作りましたと。はい。まあ、で、内容は、ま、さっきから説明している、 まあ、ホームラボをやって、まあ、VMware の製品を使いましょうみたいな内容です。で、えーと、あとは、そうですね、最近は大体こんな感じになってますというところで、まあ、6台構成になって、まあだまあ、今、のアックがちょっといろいろあって、えーと、ミニスフォーラムになってきて、だんだん変わってきて、まあ、ミニスフォーラム4台、ナック2台、ちょっとこれ今3台の画面ですけど、じ今、ここもミニスフォーラム化されてます。 あと、まあ、ネットワークも3系統になったっていう感じですかね。で、ハードウェア構成でいうと、こんな感じですと。ええー、と、はい。まあ、後でじっくりと見てください。で、インフラ構成でいうと、まあ、あの、V センターは1台目に入ってて、まあ、2台目以降で V スフィアクラスター立てて、まあ、V3、VMotion、DRS みたいなのをやりつつ、まあ、VM がいっぱいその上に立って、 あとは TKG とかもやるみたいな感じですかね。というわけで、まとめとしては、まあ、当初の目的である、えー、と確実に自分が使える環境をゲットできましたと。で最新クマネテクラウド環境がの自宅にあるという無敵感と。で常時起動しているため、素早くデモができたりとか。工作感覚でまあパーツを揃えていくのも楽しかったですと。まあ、NAC というやっぱ制約みたいなのがあって、その中であれこれ試行錯誤するのも結構楽しかったかなと。 あと、V スフィアやハードウェアの知識が深まった気もします。これも当社の目的に達成したいかなと。で、あと、ホームラボを持っている同僚と盛り上がれるというところも。で、特にスラック部屋とか建てて、そこで新しいパーツの情報とか、ワイワイやるのおすすめですっていうところですね。で、よくある質問をちょっとまとめてみましたと。で、例えば、V センターとかタンズって、まあ当然 V スフィア製品なので、ライセンスどうすんのみたいな質問がよくあるかなと思うんですけど、 まあこれはやはり VMAG アドバンテージを利用するという意味ですょ特にあのさっき、何でしょうね。VMA 社員であっても今、あのライセンスを取得するのが結構厳しい状況なので、まあ、VMA 社員であってもこれ買った方がいいかもしれないですね。<laughs> はい。えっ、ー、と、年間200、最近値上がりしてちょっとこれ上からかぶせたんですけど、210ドル支払うことで、さまざ、あ、まな VMA 製品の年間検証ライセンスが使い放題。 まあたまに、えー、とこの210ドルもさらに割引されていることもあります。で、クラウド利用で、えー、と同じリソース量を、まあ、デプロイするのと比べ、まあ、200年間210ドルといえば、多分あのライセンス含めてもおうちクラウドの方が圧倒的に安いはずでした。そもそもクラウドって重量課金が怖いですよねっていうところで、結構こうやっておうちクラウドをやるモチベーションにもなるんじゃないでしょうかということですね。 はい。次はあの、どんな物理サーバー買えばいいっていうところなんですけど、まあ、えっ、ー、と、基本的には、まあ、自分が愛着を持てるものを買ってくださいというところで、私が考えた要件の場合、まあ、そこそこ小さくて、省電力で並べても可愛くて、ハイエンドでも、うん、なくてもいいし、まあ、あんまり効果でないっていうところを狙った結果、まあ、ミニ PC になりましたが、えっ、ー、と、ほのケースとして、まあ、あの、まあ、特に、例えば、新藤さんちとか、 まあ一般のご家庭の方は <laughs>、ラックマウントとかが良いのではないかなとか <laughs>。あとは、まああの、より小さく、より並べたいといったら、ラズパイを使って、えーと、おうちクラウドを作ってもいいんじゃないかなと思います。はい。どのぐらいのサイズ感かというのが、まあ、あのこの絵でちょっと表してみましたと。で、えーと、各サイズはまあ搭載マザー,ーボードによって、このミニ PC とかマイ、ミニ ATX とか、マイクロ ATX とか、名前が決まってくるんですけど、 えっと、ま、ミニ APC と ATXPC は、ま、最大で100倍ぐらい体積が違いますと。まあ、こんな感じですね。あの、NAC とかだと0.6リットルで、ATX だと、ま、大きくて60リットルぐらいあるかな、というところですね。まあた、た当然その分、あの、拡張性は最も高いので、えっ、ー、と、まあ、あの、やりたいことに応じて、多分こういうのは変えていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、割と最近だとね、GPU が、 あの結構やりたいっていうのであれば、ちょっとやっぱミニ PC だと厳しいんで、ミニ ATX とかマイクロ ATX でクラスターを組むものもいいんじゃないかなと思います。で、あれ確かなくってって、ちょっとさっきも言いかけちゃいましたけど、あのまあ、インテルは2023年7月に NAC 事業を撤退しましたので、まあ、ミニ PC のリファレンス機と呼べる存在がなくなりましたと。まあ、今ある程度、もう在庫さすがにないかな。 えとえー、と売ってますが、えー、と新しい機種はまあインテルから出てないので、エ s s ー最近あれですよね、Asus ブランドのラックが確か登場してきたと思います。はい、まだ私は使ったことないですが、ちょっとなんか郷さんが持ってるらしいんで、ちょっと後で報告したいなと思います。でえー、とあとはまあどんなミニ PC 買えばいいのというところで、まあ、私のおすすめはさっきからちょっと名前出てるんですけど、ミニフォーラムがおすすめです。 まあ理由としては以下の2点で、まあ、AMD 製のラインナップがまあ充実して,て安い。なんで AMD 製かっていうと、インテル製だとあの P コア、P、えー、コアと、あなんだったっけ、D コアでしたっけ、のまあ問題があって、結構フルでマシンリストを使えないということがあって、割と、えー、とちょっと敬遠してるいるところがあるんですけど、まあ、そうですね、あのいつか、 V-Sphere がそこに対応してくれることを願ってますというところですかね。はいえー、とあとはまあベアボーンキットで買えるモデルがあるというのが、まあ、ミニスフォーラムのいいところですかね。ベアボーンキットっていうのはあの、の何ていうか、ペースと,、えー、と CPU はセットで、あと自分で、えー、とメモリとかハードディスクを買って組み立てればもうおしまいみたいな、まあ、半分組み立てられたキットみたいなことをベアボーンキットと言います。はい。 で、えっ、ー、とさ、最後でもないんですけど、えっ、ー、と、まあ、ユーザーコミュニティ、私、こちらもちょっと運営してまして、えっ、ー、と、紹介させていただきたいと思います。この、あの、なんていうか、まあ、その、おうちクラウドと一緒に、なんていうか、あの、これ、新藤さんの、えっ、ー、と、企画で、いろいろと、なんていうかこ、新しいことをやろうみたいな企画の中の一つで、まあ、コミュニティをやろう、 っていう企画が立ち上がり、まあ、私と谷垣さんという方と関本さんという方の3人で始めて、まあ、あの運営メンバーの一人としてやってますというところで、ツ、え、ナ、ーまあ、JP とは t a n ユーザーのリッチアセンブリージャパンの略で、まあ、t a n の OSS を利用するユーザーのコミュニティなんですけど、まあ、なんか面白そうであれば割と何でもやってみましょうみたいなミュニティですとで。勉強会やスラックでコミュニケーションを通じて、 単純の OSS についてユーザー同士が交流することが、まあ、ツナ JP の目的ですと。こんな感じでいろんな OSS、結構 v m a からも出てるんで、そういうのを話したりとかですかね。で、えっ、ー、と、まあ、主な活動内容がこのツナ館ですと。ツ、ね、ナ JP カンファレンスの略称で約2ヶ月に一度の頻度でハイブリッド開催しているコミュニティイベントです。まあ、よければ、あの、まあ、こんな感じのスパンでやってるんで、あの参加していただけるとありがたいです。 で、あとは、えっ、ー、と、まあ、これ、えっ、ー、と、んですよね、一つのツナ缶の開催例なんですけど、例えば、まあ、食欲の秋、スポーツの秋、デブオプスの秋というところで、えっ、ー、と、まあ、企画だと、えっ、ー、と、この4人登壇者がいて、えっ、ー、と、それぞれのタイトルは、まあ、キューブアップスで、なんか簡単みたいなのとか、まあ、グラハナを使ってみるとか、えっ、ー、と、DMM の方が、まあ、デブオプスを実践してみたみたいなのとか、 オープンポリシーエージェントの話とか、ま、いろいろこんな感じのヘタが出たりしてます。あとは、えっ、ー、と、実はあの、これ、常に録画してるので、あの、YouTube で、えっと、録画も見ることができるので、まあ、もしよければ、あの、過去、興味のある過去会さって見ていただくと良いんじゃないかなと思います。で、あとは、公式ホームページ、えっ、ー、と、ツナ JP というところです。一応、ちょっと最近こちらあんま更新はしてないんですけど、あの、 入会の,あの、なんていうか、動線にはなってるので、まあ、ここからスラックとか入ったりしていただければなと思います。えー、とあとはまあイベント情報は、えー、とコンパスで上がっておりますで、えーと。で、割ともう一つの活動目的というか、年に1回あの、アドベントカレンダーに結構力を入れておりまして、まあ、あの毎年上げてますので、良ければあのこちらの 見て見てみくださいで、あとは、まあえー、と X とか Slack もやってますので、ご参加をお待ちしてます。で、最後にちょっと個人的な告知として、こ、えー、と今年の、僧楽11月に出るんじゃないかなと思うんですけど、クバネテスト OSS の方を出版予定です。これもまだあの編集の人とこんな表紙にしないかみたいなので、まだ決定ではないんですけど、勝手に載せちゃってますが、あのこんな感じになる予定ですというところです。 はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。